ねえねえ、みんな、始まるわよ。はい、ということで、始まりました。ザラバとタワバとヨガヒットの MTF 塾上52歳の村田理香です。まず終わったばかり直後はあっという間に終わってしまったので、全身麻酔って人生初体験だったんですよ。こんなものをこうやってかぶされて声を出しながら数数えたんですけど、数えてるうちに気がついたら終わってるという 経過した時間は4時間経ってましたね。直後は本当にぼーっとしてる感じで、まだモルヒネが残ってる。ただ、あ、終わったんだ、確かめてはいませんよ、怖いので触れないので。ただ、あ、もう不要なものなくなったんだな、やったっていう実感で、数時間今経ってますね。数時間経って一言付け加えるとするであれば、とにかく痛い、痛いです。痛み止め必須です。そうですね、これについては以前にも何度か YouTube でお話ししてますけれども、何を優先するかだと思うんですよ。私は基本的に GID ではないので、心が女っていうふうに一回も訴えたことないですから、ただ男性である心を持っている自分が嫌いになってしまっただけのことなので、だから MTF なんですけどね。で、そんな MTF の私が自己女性化症候群ですから、ゴールとして求めるのはやっぱり少しでも女性に近づくこと、近づくゴール、一番近づけた状況って多分完全に女性になることだと思うので、つまり戸籍を女性にするっていうことですよね。そこを優先するとなったら、よく増術をして、人工的にというか、自分のジムを使って膣を作って、で、その後の性行為に使えるような形にする、増術ありと増術はしない、表面上、クリトリスと小陰唇、尿道と大陰唇、外観上はもう女性無理二つ、ただ指が入りませんよっていう状況ですね。それでも戸籍は女性になれるんですね。私はその後者の増術なしの方を選んだんです。あくまでも目的は、男性との性行為、いわゆる膣というものを、自分に備えてセックスをしたいっていうことではなくって、女性の戸籍まで獲得して自己女性化症候群を解決するのが目的だったわけです。そうですね、本当に、これで、ね、完全なる女性です。当たり前といえば当たり前ですけれども、これで晴れて求愛を いただきましたら プロポーズいただきましたら、結婚できる、資格を持つことになります。 誰とするかしないかは分かりません。でもする権限すら持ってなかった私が、男性と結婚することができる権限を持てるようになるわけですから、完全なる女性です。その戸籍自体をっていうのは、やっぱりこれは手続き上の問題があるんですけれども、遡ると、GID の診断書って絶対的にどうしても戸籍変更の時には、精神科医の先生を2名分必要となるんですね。これは絶対揺るがないものなので、私自体はもう10年以上前に、村田理香っていう、もう戸籍名が女性名、改名終わってるじゃないですか。それはもう女性として生きていく、もう男性としての生活は一切放棄するっていう誓いのもとに、それを実施し続けてきてるんですけども、
それがゆえにその診断書もなくて解明もできて、診断書もなくて抗がんの摘出術も終えてはいるんですけども、戸籍の変更になると絶対的に必要なので、いまだに私自身は心が女性だってことは自認はしてませんけれども、まあ精神科医の先生が、うん、理香さんやっぱりあなた心が女だよっていうふうな診断結果が出るとそれが揃ってしまうということなんですね。まあ、そうかもしれないです。だって私女性らしい女性が女性だと思ってますから大和なでしこであるべきだと思ってますお約束のフレーズですけど、低粛で謙虚に、つつましやかに、たおやかに、大和なでしこよろしく、たおやめのスタンス、これこそ日本の女性だと思ってますので、それを達成できるのはこの世で私しかいないぐらいな気持ちを持ってますから、夏にはなりたいですね。その手続きを経て村田理香と出張 V のデートなんですけれども、まあ、メンバーさんは私が MTF 完全な女性でないっていうところからご依頼撮影デートをいただいたりしますし、ファンの方もやはり同じ土俵に同じフィールドにいて活躍してる人だからっていう思いもあってファンだったりするんじゃないかなと思うんですけども、そうですね、どっちにしてもそういう、私を取り巻くファンの方々は、私が女性になることをきっと望んでいる方、あわよくばその村田理香の歩みを、リスペクトして継承していきたいと思う方がファンだと思ってますので、報告はしますよ隠し通すなんて意味が全然ないので、ちょっと喉の調子など甘いものも、ちょっとだけヨーロラブっぽいですけど言うとれませんよ。これは私のスタンスは今お話した通り、世の中の MTF の皆さんがずっと多分どっかに壁があって越えられない壁ですよね。でも越えてみたい、越えたいと思う、それを超えた人、第一人者として、成功者というか達成者ですよね。その模範として示し続けられればいいな、むしろそれをできる役割って私だけなのかなっていうふうに思ってる、これが村田理香のスタンスです。ついてきてください。村田理香と出張 V のデート、実は前にも考えたことあるんですけれども、私のような活動を、まあ、別に真似てるわけではなくて、いい意味で活用している方も世の中多いと思うんですよ。やっぱり対価は必要だと思いますので、そういう意味ではもしかしたら村田理香と周知 AV のデートは私が代表者となって、全国の MTF の皆さんが安心してライフワークとして使える、その母体になってもいいかな、なんていうふうにも昔から考えたことがあります。安心でしょ。だってメンバー登録さんって皆さん身が知れてる方、素性が分かってる方ばっかりですから、そういった方とお誘い撮影デートができたらいいと思いません？それの代表者っていう形もありかなとも思ってます。わかりませんけどね。あとバーチャルスネークリカ、ヨイドロライブですね。
これは以前にもお話してる通り、先ほどお話しした村田理香と集中 AV のデートのライフワーク、そのためのプロパガンダ宣伝なんですね。その意味合いを込めて運営してます。もちろん私個人的にも楽しくお酒は飲ませていただいてますよ。時折暴走させられてますけれども、なんで今後どうなるかはそれは正直言って分かりませんけれども、これもやっぱりぼんやりとした構想で、バーチャルスナック理科ではなくてリアルスナック理科、本当にスナックのママとして私が営業運営している様をライブ配信してしまおうかななんていうふうにもうちょっと覚えてます。絵面としてはとっても大事な私のアイデンティティであるパンストですね。パンストとハイヒール、できればミニスカート、レッグバーみたいな感じですかね。そういったマニアックというかフェティッシュな色合いが強くてもいいかなって思ってます。今後目標は今一つ達成できました。もう私は一般的に言うなしなしです。睾丸もなければ竿もないです。女性名ももう獲得してます。あとは GID の診断書、先生がここまで歩んできている既成事実、これは理香さん女性だよっていうふうに認識されれば GID の診断書出来上がっちゃいます。なのでもう女性です。はい。こんなに感性がね、ここら辺とかねが、生まれもって女性じゃない人でも女性なれるんですよ。まずそこの目標を達成できましたけれども、これから先の目標は、これはあくまでも私はここに行き着くまではゴールではありましたけれども序章だと思ってます。なぜならば私のようになってみたいっていうふうに思われてる方いっぱいいらっしゃると思います。そのためのレクチャーをこれから行ってってあげなきゃいけないかななんていうふうに思ってますので、これから私のこれまでの生き様も参考になったと思いますけども、こっからの生き様も間違いなく参考になると思いますので、ぜひ活用されてください。はい、そういうわけで今日もなんかこういうスタンスがやっぱり似合うのかしら。はい、ではエンディングトークいきます。 MTF 塾女52歳の諦めないでってずっと言い続けて女性になりました村田理香がお届けしました。では皆さん。